はい、どうも、ライスゲームズのライスです。ね、やっていきますか。ですね、他のポケモン捕まえようと思ったんですけど、なんか出るポケモンが、プリンぐらいしかいないから、もうプリンやったらもういらんわと思って、やめました。で、いろいろ調べたら、あそこ、サファリパークのところで、プリンじゃない。ケンタロスと、ガルーラが出てくるから、その2匹を捕まえて、で、この4人でもう攻略していこうかなっていう感じで考えてます。さあ、やっていきましょう。一応、シゲル戦になるんかな?シゲル戦最初は鬼ドリル。鬼スズメ?で、ピッピにのしかかり、覚えさせてます。そして、シャバ。穴掘る覚えさせてます。危ねえ、穴掘る使うとこやった。まあ、使えんけど。電光石火、穴を掘る、バブル光線、必殺もあればいいね。やっぱノーマルタイプは何でも覚えるからいいよね。これさ、飛行タイプとかさ、穴を掘るもバブル光線も何にも覚えんよな。これノーマルの特権だよ。まあ、ノーマルタイプはね、まあ、簡単な縛りの部類になるんじゃないかなと思います。最後、あっていこう。弱点いっぱいつけるからな。ただね、俺ね、地面タイプの、サイフォン使いたいんだよな。サイフォンって特殊低いんだけど、あいつ何でも覚えるんだよ。バカだから。バカだから。いや、頭いいのか。頭いいから。あいつ何でも覚えるんだよな、マジで。レベル19ね。こっちレベル22。強い。あ、そしてシャバー進化してます。だったりね。レベル21で進化した。知らんやったわ。レベル21なんだ、と思って。で、なんかさ、調べたら、ポケモン?何やったかな?レベル17のラッタがその辺に出てくるみたいな。レベルラッタの、レベル17のラッタ?と思って。なんで?なんか飯食いすぎて進化しちゃったんかなと思ってさ。飯食いすぎて進化したらさ、めっちゃいいよね。てか、死にそうなんだけど。あ、これだったらレベル16なんだ。最初のポケモンレベル高いのがね、なんか多いよね。のしかかり。お前、ポアルののしかかりとかも、もう本当のポアルめちゃくちゃ軽いからな。ゴーストタイプやったかな。だが、しかし。あ、いいね。バブル光線どっち覚えさせたっけ?あ、向こうの方か。シャバの方か。まあ、いっか。水鉄砲で、まあ、2回なら、どっちでもいいわ。バブル光線やったら一発かもしれない。でも、コラッタって、能力、特殊の能力あんまり高くないイメージあるんだよな。まあ、EV ね。まあ、のしかかりで麻痺させて動けなくなって俺の勝ち。相手の方が早い。EV 早いね。さすが EV。うわー、のしかかり決まらんやった。てかさ、スイッチで出たさ、今更だけどさ、ピカチュウ &EV のさ、あれって初代のやつをもうまんまリメイクみたいな感じなんだね。全然知らんやったわ。いや、もしかしたら知っとったかもしれんけど、全くもう頭に入ってなかった。あれ、そうだっけと思って。あ、ならちょっと欲しいかもって、ちょっと思ったけど、いや、倍速できないならいいわ。やっぱ倍速欲しいわ。で、こいつから居合斬りをもらうと。ただ、居合斬り誰か覚えるかな?居合斬り、あ、そう、カモネギがさ、ピカチュウ版出てくるから、ちょっとカモネギに八重切りを覚えさせる感じでいいかなと思ったんだけど、カモネギを取るために八重切りがいるわ。本末転倒ね。あー、まあ、覚えられんか。まあ、これ覚えられんのは、もうしょうがない。捕まえるしかないんで。謎の草やったり、マダツモミだったり、どっちかわからんけど。で、あいつのところ行きますか。マチス。よーし、そしたらマーチス戦っていこう。スイッチを押すために、ちょっとだいたいね、隣左右みたいなのあると思うんですけど、ここを開けたんですよ、この下のところ。したら、まあ、レトロフリークの力を使ってセーブ&ロードしたら、ここにスイッチがあった。なんで?なんで?ずるくない?ずるすぎやろ。みんなわかるわけねえじゃん。はい、ということで、シャバ、ポアルン、こんな感じ。シャバってさ、特殊なんぼ ?30 か。高いんかな低いんかな、まあ、素早さは高いし、まあ、攻撃はまあまあか。で、ポアルンは一応、ポアルンはレベル31の指を振る。まあ、進化させていっか。指を振るなんてそこら辺に落ちてほしい。グレンジムに落ちてほしい。ということで、ちょっと進化させるか。進化させよう。進化させてから行こう。なんかね、勝てそうにない気がする。なんかさ、強かったよね。このやつ。確か強かった気がする。今パッと思いついたわ。
強かった気がする。なんかライチュウがレベル20かさ、30ぐらいでクソ高かった気がするんだよね。なんかピカチュウ一匹縛りの時にボコボコにされた気がするんだよ。じゃあちょっと目の前でちょっと進化するか。はい、やいぎりで、はいと。いやー、強かった気がするんだよな。すん。よーし。したら、月の石で。まあ、ラッタも進化したしな。フォアルも。ラッタも進化したし、シャバも進化したし。ドゥン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 すごい前に出とうね。私ピクシー。私ピクシー。なんか、サンシャイン池崎やな、こいつ。見た？ピクシー。私ピクシー。出てるね、前に。もう前に倒れそうなぐらい前に出とうやん。私ピクシーよ。さあやっていこう。もう最初からライチュウだっけ？どうだったかな？ピカチュウ版、あんまりやってないか覚えてない。確か最初からピカチュウ、ライチュウだった気がする。いや、一匹なんかおったんだっけ？ああ、いやー、ライチュウか。あ、電磁波。先に、やっぱ逆やったな。レベル28高いんだよな、これ。あ、なるほど。ごめん。バイバイ。お！うわ、電磁波先に打てば。もう一回やったら勝てる。ですよね、一発ですよね。あ、これさ、俺元気のかけら持ってるんじゃない？ワンチャン。買ってないか？元気のかけら買ってない？回復の薬。回復の薬、無理やりも飲ましたら復活せんかな？無理か。電磁波やって、スピーダー。うわぁ、そう。最初はあいつなんか10万ボルト先に打って、で、その後スピーダー打って、で、もう一回なんかよくわからん尻尾を振るとかやって、なんか、ナメプしてくるようなイメージ。よし、かかり。体が痺れて動かない。よし。体が痺れて動かない。うわぁ、そんなことねえか。あ、でも、ポアルンなら一回耐える。ポアルン！よし。はい、勝ち。ラッタ弱。10万ボルト一撃で死んじゃったけど。いやー、強いね。さすが特殊、特殊やの特殊系。HP も高いしな。わーしゃー。でさ、ちょっとさ、ノーマルタイプ、なんか4匹で行くみたいなこと言ったけど、重要なやつ忘れとったわ。カビゴン忘れとったわ。カビゴンは使わんと。カビゴンいるやろ。しかも波乗り覚えるからな、あいつ。カビゴンはいるよ。ケンタウルスとかガルーラとか、カビゴン、あ、カビゴンとか言った。カビゴン覚えるんかなとか言いそうになったわ。波乗りとか覚えんよね。怪力は多分全員覚えられると思うから、その辺は何も気にしない。まあ、空飛ぶがな、ちょっとな。で、カモネギ捕まえて、イヤイギリと、空飛ぶを同時に使えるポケモンカモネギ使っていこうかなと思うんですけどね。まあ、いつもね、一応ね、ノーマル飛行だから、まあ、使えるっちゃ使えるんだけど、まあ、ノーマルタイプっていかんせん種類が多いから、まあ、ノーマル単体をできるだけね、使っていくような形でいきたいと思います。そしたら、お月見山？お月見山？何だっけ？暗い山。暗い山行っていくか。で、自転車もちゃんと取ったし。で、八重切りを使って行って、カモネギね、あれなんだよな。シオンシティの下のところに行ったら出てくるんだよ。調べたらね。で、左のとこ行ったらユンギャラが出てくるんですよ。ユンギャラよ。普通にユンギャラ出てくるんだよ。マジかよ。俺、ケイシーから育てた時なんて、もうやっぱね、コイキングと一緒で時間かかるもんな。必殺前歯。これ、穴ホールがあるのが本当安定していいな。穴ホール強いからな、マジで。まだつぼみ。うん、まだ、シャバでいっか。はい、必殺前歯。てか、カットしますか。こいつ倒したらカットしますか。謎の草。シャバの強さをね、シャバね、マジで、マジ楽。マジ楽。これ飛行タイプとかすげえきついんやないかな。次飛行のやつ、飛行縛りでやろうかなと思ってるんですけど、飛行はきつそうやな。バブル光線も穴を掘るも何にも覚えそうにない。誰か覚えるかな。カモネギとかなんかいろいろ覚えそうだから、なんとか。でもカモネギは一応、秘伝マシン使えるやつは基本的に秘伝要因というか、まあ、秘伝技を覚えさせるっていうのがね、基本なんですけど、それ以外なんか、覚えたらな、カモネギだって、空飛ぶ、イヤイギリ、
だけか。よーし。一応、ドード捕まえて、空飛ぶ、まあ、あるけん、まあ、持っとくかと思って、もう、捕まえた方が早いわと思った。で、ですね、ポアルンに、冷凍ビームかなんか覚えさせたかな。うん。違う。のしかかり、冷凍ビーム、水鉄砲、電磁波。一応ね、10万ボルトとか、トライアタックルとか、まあ、ガルーラとケンタウルスがなんか覚えるから、まあ、そいつらに覚えさせようかなと思っております。で、シゲル戦、戦っていこう。あとね、破壊光線、ケンタウルスに覚えさせたいな。ケンタウルスに覚えさせたら、もう一回も負けずにいけるんじゃないかなと思うんだけどな。あと、ラッタにも破壊光線覚えさせたいけどね。まあ、レートビーム。ラッタって破壊光線覚えるんかな。なんか覚える感じがせんけどな。まずは鬼ドリルを。うん、一発じゃない。でもコール。余裕です。鬼ドリル倒した後は何が出てくるんだっけ。てーん。ユンゲラー、コイルか。いや、そう、ユンゲラー出てこんか。のしかかりでいいかな。相手は電気単体。てか、ノーマルタイプってほんと、格闘しか急所がないから、それがいいんだよね、また。なかなかね、ニドラン押すみたいな二度蹴りしてくるやつなんてあんまりいないから、結構いいんだよね。空手チョップ、ワンデキ、あれノーマルタイプだから全然痛くない。で、急所当たりやすいみたいなことを、なんか一回、コメントであったんかな。全然急所当たらんし、うん、っていうか急所当たってもそんな攻撃高くないから全然余裕というね。空手チョップはいらんわ。あれはいらんわ。やっぱ切り裂くよ。でも空手チョップの攻撃力が50ぐらいで結構高いんだよな、意外と。なてかポアルのレベル27、シャバレベル25か。ちょっとシャバレベル上げるか。サンドの後はイブか。あ、もう進化してるんかな。さすがにまだか。でも一回さ、玉虫って行くよな。行くよな。いや、行かんか。だって戻ってきた後、で最初にね、ポケモンタワー行くから、ポケモンタワーやったっけ。だから進化させる余裕が全くないか。電光石火してくるけど必殺前歯。はーい。すげえ食らう。でマジでね、シャバ強い。シャバれてんな、超強い。あ、早くカモネギ捕まえたいけど、カモネギ結構ね、下の方なんだよな。で、ここはいつものようにピッピ人形を使って、やっていくと。あ、今思ったけどさ、ゴーストタイプ単体でやる場合はさ、ゴーストゲンガーで。ゴーストタイプは無理だな。初代はね、ゴーストタイプ、その3匹しかいないんだ。てかもう、ほぼ1種類しかいないんだ。ゴーストタイプは無理だな。うわ、ミニ竜使いてー。でもミニ竜とかさ、ドラゴンタイプはさ、玉虫って、ドラゴンタイプって、ドラゴンタイプって海竜しかいないよね。覚えてないけど。確かね。うわー、炎の玉っぽい。あ、つかゴーストタイプやけど、のしかかり効かんのか。まあ、水鉄砲で。そしたら次はエリカ戦になるんかな。あ、エリカ戦の前に、あれだな、カビゴンを捕まえていきね。カビゴンと、カモネギを捕まえていきたいね。よーし、ではやっていきますか。カビゴンを捕まえてきたんですけどさ、レベル30なんだ。今思ったけど。一番高いじゃん、レベル。攻撃力80、特殊53。強いよね。ドワスレ覚えてるからな。これドワスレ、これカビゴンずるくない。カビゴン持ったら余裕だわ。カビゴンちょっとなしにしよっか。だって、ドワスレ覚えさせて、まあ、レートビームはもう覚えさせてたから、10万ボルト、大文字、波乗り、最強。強すぎ。これ低レベルクリアいけるぞ。そんな低レベルでもないけど。全然低レベルでもないけど。よし。じゃ、とりあえずエリカをボコボコにしようかなと思います。ポアルンがレートビームを覚えてるんで、まあ、これで、ガンガンいけるんじゃないかなと思います。
いやー、ノーマルタイプはやっぱ強いね。なんでも覚えるのがマジでいい。すごくいい。エリカー、あー、いいね。モンジャラ、まずはモンジャラ草単体。レベル28。でも余裕だと思う。レッドビーム。レッドビーム。てかさ、早くケンタウルスをさ、捕まえて、エリカ戦？エリカ戦、破壊光線でぶっ放してそれやりたい。それをまずやりたい。ガルーラいる？むしろガルーラいらないんじゃないか。ガルーラなしにしてカビゴンに枠を譲る。したらカモネギわざわざ捕まえに行かんでもいいというね。ガルーラなしにしよっか。ガルーラいらんもんな。別に、何のために使うかよくわからなくなってたもんな。カビゴンは強えぞ。カビゴンは。まあ、ノーマルタイプを使うという縛りなんで、もうそれ以外の縛りもなんもないから。基本的にね、影分身とか美味しい水いっぱい買うとかはちょっとあんまり良くないけど、影分身はちょっとな。カビゴンちょっと強すぎるな。何ド忘れって。意味わからないけど。と、最初のさ、そのポケモンの試合とかでもうカビゴンすんごい強かったんじゃないの？え、ド忘れ強くない？っつってから。それで小さくなるとか覚えたら、もうカビゴン無双よ。さすがに小さくなるは覚えてないと思うけど。で、このね、エリカ戦はね、臭い花に変わってんだよな。ラフレシアから。よくわからんけど。なんでか知らんけど。なぜか弱くなっちゃった。だいたい強くなってんだけど、みんな。はい、余裕。しかも、冷凍ビームはあの女の子を持ってるから、まあ、エリカ戦は大抵余裕になっちゃうよね。だいたいね、ゼニガメとか選んで、あ、草タイプか、弱点だから結構苦戦するんじゃないとかね、思ったりもするけど、まあ、冷凍ビーム覚えてるからね。謎の草の矢切ね。よし。そしたら、次は、あそこね。あいつ。ま、松葉？松葉？ま、何だっけ？名前。今日ね。よーし。そしたら今日戦いますか。もうすぐこれだな。じゃ、今回はちょっとここまでにして、もう倒したら、ちょっとケンタウルスをちょっと捕まえに行こうかなと。こいつはね、そんな強くねえから。そんな強くないよね。いけるよね。全然、なんか強いイメージねえんだよね。コンパン虫毒だろ？まあ、穴を掘るで効果抜群。しかも物理技。半分は食らうし。急所。半分食らってない。やばいね。さすがのレベル差か？やっぱ、カビゴンに破壊光線覚えさせるべきだったかな。いや、さすがに破壊光線は最後の四天王かエリカ戦。エリカ戦使えてんだよね、とにかく。破壊光線でマジフーディンとかもボッコボコにしたいんだよな。素早さ早いし、攻撃力の高いケンタウロスをね、やっていきたいんだよ。よし、レベル30。これで全員レベル30になったかな。コンパンね。まあ、コンパン？モルフォン？マタドガス？コンパン3匹やったっけ？虫タイプなのか毒タイプなのかよくわかってないから。なんかコンパンって毒タイプというよりも、まあ、どっちかといえば虫？ケムクジャラだし。コンパって何何なんかキャタピーとかビードルとか、まあまあまあ、毛虫はわかるやん。コンパって何？毛玉なんだけど。毛玉ボールなんだけど。あー、でもさすがに強いな、レベル。まあ、プもいるから、プもポアルもいるから大丈夫でしょ。あ、これ電磁波打ってさ、サイコゲンス打つだろ？電磁波打って、ド忘れ積みまくって、もう何にも効かない状態にして、で、カビゴンの続き連続でいけるんじゃないかな。これでいいんじゃないかな。やっぱ10万ボルト覚えさせるべきだったかな。まあ、とりあえず、ド忘れで。はい、もう無敵です。もう、これもう、倍速で。全然効かねえ。全然効かねえ。続き、ドーン。ドーン。でも、本来の、その、ド忘れの使い方やな。確か、新しいやつやと、ド忘れは特防が上がるんだよね。本来の使い方。うわ、ステミタックルは強いね、やっぱ。物理だもん。
ちゃんと分かったよね。ドアスレいっぱいしてきたら、ステミタックルやるよっていうのが。でさ、メタモンもさ、使いたかったんだけどさ、もうメタモン出てくるのおっせえしさ、おっせんだよ。これ最高限ですか？あ、なんかさ、風起こしかこいつなんか持ってなかったっけ？風起こし。まずついて、うい、急所。わあ、これ毒毒やべえな。まあ、でも、うわ、影分身お前覚えてんだ。そっかそっか。金銀の四天王の時、影分身めっちゃやりよったもんな。アリアドスかなんか。吸血。かわいい。虫は物理だもんな。それ吸血するわ。あー、ちょっとこれ回復せなやばいな。いい傷薬。あ、てか俺買い物全然やってないわ。ちょっと倍速にして、あ、これ倍速にしてさ、あれさ、影分身積まれてやべえじゃん。てか、毒消し先に。あ、てか、やべえ。うわ、しかも倒れちゃった。やべえ。影分身めちゃくちゃ積んだ。死ぬほど強いモルフォンができちゃった。大丈夫、当たる。当たるかな？これ多分な、当たらん気がするね。やべえ。やべえ、やべえ、やべえ。あ、やべえ。術中にはまった。術中にはまったよ。やべ、電池当たんない。いや、負ける。普通に負ける。バカした。影分身はずるい。影分身持ってるとこ先言っとけよ、お前。あ、電池当たんねえ。あ、もう当たんねえ。あ、もう無理だ。あ、もう、まあ、みんな。もう無理だ。ちょっと、余裕かましすぎたな。影分身ずるいな。てか、ドードにこいつ何もせんないけど。はい、二回目。ちょっと油断したな。ちょっと弱えかと思って、影分身モッドとか知らんやったわ。まずこれドアスレ、もう最初から倍速で、もうドアスレを積んでいきつつ、毒消しをガンガン使っていくと。もう毒消し。あー、じゃあポケモンの笛吹くわ。もうお前、状態異常ばっかりしやがって。うわ、毒々としいなぁ。まあ、一回は食らってもいいけど。あ、眠るでいっか。そっか、眠るがあった。寝るわ。寝て、ポケモンの笛よ。あ、いいやん、これ。で、最高級ですよ。全然嫌い。どうする？うっしゃ。そしたらまた眠るからな、お前。はい、最強のプププの出来上がりよ。毒々うっとうしいなぁ。こいつマジ、本当に嫌いになった。もう、目の前におったら画面ぶん殴るわ、こいつ、今日。ポケモン勝負とか言ってられんわ。最高限、最高限ですばっかりしてこいや。せっかくドアスレ死ぬほど積んどるの。で、まぁ、ある程度したら眠るか。よーし、そしたらモルフォンのところも来たよ。まずこいつを、まず、何とかしても続きで。うわぁ、もう影分身がダメなんだよな。それマジダメ。うわぁ、しかも外れるし、なんで？続きって外れるの？モルフォンなんて続いたらもう終わりやろ、一発で。また外れるやん。影分身積んでるからそれ外れるわ。やべ。よし。すんごい食らう。影分身したら防御力下がるんかな。うわ、当たんねえな。もうずっとやっときゃ、影分身。まあ、最悪寝るけどね。あ、プラスパワー使ってきたな。うわ、プラスパワー使って。やばいぞ。あ、ドクドクしてきた。あ、じゃあ寝るか。じゃあ一旦寝ますか。いや、一発、二発か。二発、続き当てて、で、一回なんか吸血かなんかされて、微妙な HP なんだけどさ、これさ、回復されたらマジで嫌。あ、続きなくなったし。マジかよ。じゃあ死んでもらおっか。じゃあ、プは死んでもらおっか。もうドクドクになっても、もうこれはもう、死んでもらって、あとは、シャバに任せるか。これさ、電光石火で、あ、そっか、スピードスター覚えさせればよかったな。スピードスターさ、せっかく取ったのに。あー、電光石火じゃ厳しいが、最高記念数、やった瞬間死ぬな。あー、やばい。あ、しかももうこれあれだな。吸血、影分身、よし。うわ、当たんねー。
あ、どこいいっすね。もう最高ケース選ばれた瞬間もう終わりなんですけど。当たれ。うわ、当たんねえ。一生終わらん。あ、吸血、あー、微妙。ちょっと残るか。ちょっと残るか。よし。うわー、死んだ。全然当たんねえな。20% ぐらいあると思うんだけどな。また負けるのか俺。電磁波も一発って、電磁波も当たるかどうかなんだよな。これ吸血も結構攻撃高くなってるからな。急所。まあ、変わらん。急所やったら別に変わらんか。電磁波当たった。やったー。勝てるか？のしかかり。のしかかりもね、当たるかどうかなんだよな。当たんねえな。し、いけ。のしかかりや。うーわー、ちょっとのしかかりが当たんない。てかもう一生当たらんのじゃねえか、これ。毒消し。3回目まで来て、今般の最後のやつを倒してモルフォンに来てるんですけど、一応ド忘れ3回積んでるんだけど、これ最初から、もう影分身やって続き全部外れたら勝てません。無理。いや、レベル差もあるしさ、もうこいつ破壊ゴスでぶち壊しちゃうから、こいつマジで。こいつイラつ、俺をイラつかしてくれたな、こいつはマジで。うーわーこれ続き当たんねえわ、これ。うわ、こいつ、もう破壊光線持ってこようかな。おい、ケンタロス持ってくるぞ、お前。いいんかも。もうこれで負けたらマジでケンタロス持ってくるわ、お前。破壊光線で、もう、体に穴開けてやるわ。影分身される前に破壊光線でぶち抜いてやるわ。うーわーこいつもう、うっとうしない、もうこいつ、もうほんと嫌い。ほんと嫌い。もう、プププも早く、おらんくなってほしいな。早くご覧になってほしいんだけど、いや、もう勝てそうで勝てないんだよな。これ必殺の前歯当たりたい。多分モルフォンって特殊高いだろ。これ穴掘る効果抜群なんだけど、影分身されるのが厄介なんだよな。それやったら必殺の前歯2回相手回復しないから、多分回復しないから、必殺の前歯2回。よし、急所いいね、最高。もう一回。お、しかも吸血。お、いけるか？いけるか？運ゲーで負けてきたけど、モルフォン。いけるか？よし。当たった、急所。おー、2回連続急所来たー。なんだよ、簡単に勝っちゃったよ、3回目。うわ、マジで、お前、運でさ、ここまで来たんだな。だってさ、周りのやつさ、スリーパーとかさ、スリープとか使うエスパータイプの、スリーパーじゃやっていけんで。お前スリーパー使いまくってこいつ倒せや。したら天、もう、こう今日じゃなくてお前らのジムリーダーなれるぞ。マジで。いやー苦戦したなー。やって、影分身ずる。影分身一回積んだだけで、続き全然当たらなくなるし、でそっからずっと影分身するからずるかったわー。よし、そしたら次回は、ケンタウルスに破壊光線を覚えさせて、エリカ？エリカだっけ？夏目をボコそうと思います。で、波乗りも取って、まあ、カビゴンも最強の状態にして、エリカと戦っていきます。今度は苦戦しない。